さ、あのでっかい犬のさ、よくわからないやつはもう無事襲われてる。うん、それは怖いよ、それ一回襲われたけど。でも襲われてないよ。襲われたし、遊ぼうとしてただけ。サンダル取られたし、サンダルバーで噛まれて取られたし、どこに行くのか。すごいね、動いたね。外国製の車やろ、左側行け運転席が、なんか動きようよ、飛行機や、シューって、熱い。次どこですか。見ててよ。スカイライン2000GTR。 さっき後ろから見たけど、今度前から見る。すごいね。凄さが分からん。凄さが分かんのがすごいね。ある意味そうよね。凄さが分からん。なんで？え？どうしようけ。例えばがつく曲で思いつくのは何？え？なんて？例えばがつく曲があるやん。例えば。例えばがつく曲は分からん。思い出すの。思いつくの何が、何？ない、全くない。2曲しかないよ、例えば作る。何、どんなの思いつく、パッて思いついたの。全く思いつかん。オリジナル曲でもいいよ。全くない。何？必ず思いつくはずよ。何？雑誌。あ、分かった。例えば、うん、あと、あ、分からん、分からん。でも一回歌って。ビリーブや。ビリーブやったらね、精神年齢が低いよ。なんじゃそれ、ビリーブやん。今日若者。歌詞がわかんない。コメコメクラブのやつやったら、なんかね。例えば君がいるだけでって歌うの。うん。うん、それが、それを歌った人は、うん、おじおばなんて。うん。違う、あえて言わないと。あえて言わないと。ちょっとがないと言わないと、そこ。なんで言うんやったん。いや、例えばって、でやめたら絶対何かだなと思って。それでビリブって言ったの。例えばってさ、音程でさ、多分コメコメクラブのやろうなと思って思ったやろ。めっちゃ やっぱり、ね、やめたんよ。それで考えてビリブを思いついた。やっぱ やっぱりね、しょうがないなってやってあげたんよ。父さん好きなステッカーあるやん、ここ、うん、いっぱいある。ビリブや。